N1 が12時をお知らせします。お昼の12時になりました。 NAC5 をお聞きの皆さん、こんにちは。 ABCZ の橋本涼介です。五関晃一です。河合文人です。さあ、今週も橋本、五関、河合、この3人でお送りしていきたいと思います。はい、まあ、先週は途中まで2人でしたけど。そうですね、今週は最初から3人で、はい、3人でね、やっていただきます。やっていきたいですけども。さあ、今日ここまで何してました、皆さんは。ざっくり何してました、ここまで。はい、五関さんに一番聞きたいですね。そうだね、はい、ここまでね、まあ、プライベートな話、プライベートな話、休みの時とかで。そう、なんでも今日じゃなくてもいいし、最近。最近ね、俺雄大の舞台見に行って。雄大、ふぉゆの辰巳雄大。辰巳雄大の舞台、うんうん、同期なんですよ。うん、そうですね、辰巳とね。唯一、あと松崎。ああ、はいはい、ゲルもそうなんだ。そうね、もういないですけど。いますよ、ふぉゆ二人いらっしゃいますよ。はい、でなんか同期っていうのがなんか最後、うん、ストーリーすげえ面白くて、はい、なんか感動しちゃってたんだけど、最後の最後は雄大が一人で挨拶してるのを見て、多分同期だからっていうのがね、すげえうわって出てきちゃって俺。へー、感動したってこと。そう、めっちゃ感動した。なんか、あ、そういう見方になるんだ。うん、なんだろうね。話もすごい面白かった。もちろんもちろん、うん、最初はそっちで感動してたけど。寝なかった？全然寝なかったです。大丈夫でした、はい、バッチリそこに繋げたがる。全部バッチリ起きてましたよ。いや、すごいよね、なんか役者って感じだよね。ふみともゆうちゃんと仲いいからさ。仲いい。僕も見に行きましたよ、うん、ジュニアの秋山大我と。ほうほう、そうなんですね。なんだろう、ストレスがない芝居じゃない、雄大の。なんかすごい気持ちいいストレートさっていうか。あ、わかるわ、うん、すごいまっすぐな。かっこよかったですよ、うん、それを見に行ったわけですか。見に来ましたよ。河合さんの近況はこれね、はい、嬉しいね、なんか顔がね、嬉しそうだね。言いたかったんですよ。なんでしょう、なんでしょう。関ジェネイトの村上くんと、はいはいはい、2人で、うん、ご飯に行ってきました。うわ、すげえな。そう、村上くんに誘っていただいて、うん、最初に誘ってもらった日が俺ちょっと行けなくて、うん、すいません、今日予定がこれこれあるので、うん、行けたとしても10時ぐらいになっちゃいます、うん、あ、じゃあ今日やめとこう、うん、したら次の日に、うん、今日はどうやってきて、うん、すごい、こんな先輩、確かに誘っていただける先輩いないな今まで。すぐにない。 そうだね、でその日は何にもなかったし、お仕事もなかったので、うん、行ったら2人でなんかすげえ高級な焼肉、うわ、いいな。あ、高級とか言わない方がいいな、焼肉を。いや、でも先輩だからね。高級だよそれは。絶対そうだよ、高級って言おうよ。でいろいろね、こうアドバイスしていただいたりとか、まあ、内容は言わないんですけど、うん、いや、やっぱねすごいですよ村上くんは。もうそろそろ師匠って呼ぼうかなと。うわ、師匠か兄さんか兄さん呼びたいぐらい。へ、うん、いいね。 そこもすごく仲良くなったらもう患者に制覇しちゃうね。そうだね、ハッシースバル君でね。ジャニーズ WEST とかよりも患者の人がね。確かに確かに。嫉妬されるよ。そうそう、そんなことがありましたよ、二人の空間で。それいいな、それ愛されてますね、はい、僕はですね、うん、最近というか2月4日恵方巻きだったじゃないですか。ああ、3日ね、3日か、うん、その時にね、地方の仕事がありまして、名古屋、うん、でロケやってで帰ってきたんですけども、そのコンビニで恵方巻き買って、うん、電車の中で新幹線の中で食べてたの、うん、でちゃんとホイジ尺合わせて、はい、だめっちゃ曲がるじゃんやっぱ新幹線って。俺ホイジ尺合わせながらずっと俺確かに、こうやって、ね、食ってたんだよ。カーブとかあるからな。俺一人でやっててめっちゃ笑ってたもん俺。こっちか次。今年南南東だったから。違う、今年ね南南東やや南東、そうみたいな感じだったの。余計合わせづらい、合わせづらかったの。曲がった時にこうやって合わせて家帰って食えばいいじゃん。じゃああったかかったのその時なんか。あ、できたてだったの。できたてだったの。コンビニ打ってたの。早く食べたいなと思って。やや南がすげえ難しくなるんで。めっちゃ難しかった。そうなると、うん、しっかりちゃんと行事を通してね、大事ですからね。はい、さあこんな感じで楽しくやっていきましょう。それでは今週もアクロバティックトークを繰り広げちゃいますよ。ABCD555 から ABCD がお送りしている ABCD555、 まずはメッセージを紹介していきましょう。ね、俺のとこ言おうとしたでしょ。完全可愛さ息吸ってたもん。ごめん。同じタイミングで息吸ってたね。ね、ちゃんと橋本って書いてあるから、ね。ごめん。完全に、
生だわ。笑っちゃったよ。申し訳ない。申し訳ない。じゃあ普通歌を河合さんから。河合からいきます、はい。これはもう言っていいから。はい。兵庫県のフートツさん、10代の女性の方です、はい。最近前まで好んで食べなかったおでんの大根がすごく好きになり、よく食べてしまいます。うん、皆さんは前まで食べられなかったのに大人になって急に食べられるようになった食べ物などはありますか？逆にこれは食べられなくなったというものはありますか？おでんの大根なんかさ、うん、食べられない人いるんだね。食べられない、好んでだから選ばなかったってことだよね。卵とか、確かに俺小さい頃は大根は選ばなかったな。マジ？おでんね、そうかもね。マジで？はんぺんとかザ子供が好きなものみたいなのばっか食う、うん、あーなるほどね、つくねとかね。そう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 、ね、うん、だ大人になってから大根俺も食えたかもしんない。河合さんは今までなんか食べられなかったものいっぱいあるよ。あの牡蠣、海の牡蠣とか、あとパセリとか、うん、パクチーとか、うん、なんかちょっと匂いがあるもの、うん、食えなかったけど大人になってから今食べれますね。今食べれないのメンマだけ。ね、ずっとメンマ食べれない。メンマだよね。メンマは食べれない。なんなの。いや多分メンマが好んでない俺のこと。逆にね、うん、こいつやめてくれ。そう、俺は食べようと思ってんだけど逆にたまにチャレンジしても俺ダメなのよ、うん、俺食べようと思ってんのにね、うん、ってことは多分メンマの方が好んでないんで俺の体内を。拒否ってんだ、うん、もう今更噛んじゃう。出たい出たいっていう、うん、だって俺本当に知り合いに言われて食べてもすぐ吐き出しちゃうの、うんうん、それぐらい拒否反応を体を起こすから、多分向こうがだからそうだよね。メンマもだよね。メンマも本当にちょっといいかなっていう。うん。だメンマが食べれるようになったら、うん、本当子供とかできたら多分メンマって名前。だからだいぶ好きになってるよね。そうそうそう。それぐらい大事なものになるだろうね。なるよそれは。なんか箸、ね、ある。僕ねやっぱグリーンピースは食えないね。あ、そうだね、昔は食えない、ね。だシュウマイとかめちゃくちゃ好きなんだけどさ、上にさグリーンピース乗ってるの何る、ね、ってなる。うわいいじゃない。あるある。しかも上だけ取ってもさ中身、うん、あ詰まってる時あるじゃん。グリーンピース。もう肉にね。そう。入ってる時ある。上だけでいいじゃんっていう。グリーンピース嫌いな人でもいるよね。グリーンピースはマジで嫌いと思います。チャーハンとか避ける人いるもんね。そうそうそう、ピラフとかね。うん、そうなの、うん、無理。五関さんなんかあります？俺ねネギがダメだったけど食えるようになったし、ピーマンもそうだし、あとグリーンカレー。うん、もう食べれるようになった。タイカレーみたいな。そうそうそう、タイカレーみたいな。ラッキョー、ラッキョーだけだね。なんか俺もあーダメなんだ。すごいねこの、うん、みんなメインのものじゃないなんかにつけてあるものだよね、うん、まあそんな感じか。大人になるとでも舌が変わ、あのちょっとこう変わってきたりとか、ね、あとお酒飲むとねそれに合うもので確かに確かに、うん、好きになったりしたりしますから。うん、なるほど。はい、じゃあ続いて、はい、ご席いきます、はい。埼玉県さいたま市、うん、とつなつみさん、10代女性からですね。 ABCD の皆さん報告です。お、どうした。 NAC5 の番組ナックゴジラジで番組評論の結果が放送されるのですが、先日555を評論結果が紹介されていました。ほう。いい点として3人体制でやってるのが聞きやすい、一人一人の個性があっていい、わちゃわちゃしすぎなく、デビューが遅いためか落ち着いていて好感が持てるなどなど、いい点ばかりありました。グループのことも番組のことも褒めてましたよ。そして悪い点としてもう少し王子様感があるといいとあったのですが、これから出していきますかと。あの放送じゃなくて記事になったのを読んだんですけど、すごい的確に書いてあって、河合五関戸塚の回ですよね。ああ、うん、その3人の回なんだ。そう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 、まあ確かに王子様感があるようなコーナーじゃなかったっていうのもあるんですけど、トツチューンズ、トツチューンズだからちょっと DJ 風に喋ったりしてましたけどね、はいはい、なるほどね。そう、でもやっぱ王子様感を出した方がいいって書いてありましたから、これ箸出してった方がいいかね、うん、だから出していった方がいいんじゃない。声で王子様感でどういうこと。欲しいよね。セクシーサンキューとか言えばいいと思う。いやそういうことではないと思うけど違うの。後輩に乗っからなくても、え、うん、あれめっちゃ面白いじゃん。めっちゃ面白い、めっちゃ好きなんだけどあれセクシーサンキュー、うん、ね、ね、なんかドキッとするようなこととか、ね、ああ、だからそういうのじゃ落ち着いてればいいんじゃない。だから落ち着いて渋く、あ、渋い感じなんじゃない、うん、あ、じゃダンディーな、どうなんだよ。だからラジオって難しいよね。難しいよね、うん、だからなんかこう、うん、だから大野さんとかそれこそちょっと、うん、確かにもう王子の中の王子でしょ、うんうんうん、王様だよね、王様だよねみたいな感じがいいのか、落ち着いて淡々とこういいことを喋るみたいな。でも声からだってイケメンさって伝わるよね。でもラジオ、ね、伝わる、うん、俺多分無理だと思う諦めた、うん、絶対に無理でしょ。もう邪魔かんねー。だからキラキラ感だよね。キラキラ感だ。そうなるとやっぱセクシーサンキューとかめっちゃキラキラしてるけど好きだな、押すな後輩なるほどね。まあでもいい風にこうね
有識者の方々に聞いていただいて、うん、こういう風にね評価してもらえるって結構ありがたいことですからね。嬉しいよね。嬉しいですよ。しかもそれがまた記事になってるっていうのがまた嬉しいですしね、うん、出していきましょう今度から。キラキラ感、王子様感ね。そして落ち着いた感じでね、はい、そうですね。じゃあこれはもう行くしかないですね。やった方がいいですよ。はい、それではここで一曲聴いてください。橋本セレクションで ABCD でリリーホワイト。I'm going to take you out because I want to No you wait on a cause it's quite a night With only you and I Kiss me all night And hug me softly 笑えない気分に解決して僕の自由埋まって奪ってほしいブライドな夜ポケットは君をピックアップしてラグの中包まれたいのに ABCD でリリーホワイトでした。いいじゃない。それか王子様か。いやちょっとやめるわこれ。負けた。負けた。ABCD Go Go Five。79.5FM NAC Five ABCD Go Go Five。今週は橋本涼介と五関晃一と河合文人の3人がお送りしています。さあここからは募集していたリスナーの皆さんの不思議な特技のメッセージを紹介していきます。出ましたよ。はい、じゃあ僕からいきますね、はい、神奈川県厚木市あーちゃんさんからですね。あーちゃんこんにちは。こんにちは。私の、不思議な特技はどんなに疲れて電車に乗って眠っていても最寄り駅の一個前の駅で起きることです、うん、おかげで、寝過ごしたことがありません。なので終電を超えられないです。おー嬉しいですね。いや CD シングルにかけてくれました。なんで俺このメッセージをね選んだかというとね、はい、これは五関くんに言いたい。おお伝えたい。これはうん、なぜ1時に起きられない。いや本当そうだよ。本当に、うん、この方はね本当一駅前でちゃんと毎回起きるのに、どんなに疲れていても本当ですよ。本当そうだね。あなたは疲れてないから、ね、いや本当そう。でも俺これね自分もそうです。河合もこのタイプです。すごいね。一個前だ、前実家から通った時は1時間以上電車乗ってたけど、はいはい、うん、絶対一駅前で起きる。いやすごくないそれ、うん、まあ多分寝てないんだよね。だからね熟睡してないってことだよね。熟睡はしてないのか。そうそうそう。駅名とか聞こえてんだろうね。聞こえてる聞こえてる、うん、いやこれは素晴らしい。でも素晴らしい特技だよね。それこそ20代だからこれ会社とか行く途中なのかな、ね、うん遅刻できませんからね。遅刻っていうのは本当にね成人になってからするとすごい恥ずかしいものですから、うん、よろしくないよ。五関さんに言ってますからねこれ。、はい、さあ続いて、はい、じゃあ僕河合が読みます、はい、東京都八王子市わらびさん20代女性の方です。私は両手の小指だけを曲げることができます、うん、普通の人は小指を曲げようとするとおそらく薬指も曲がってしまうと思います。そう、ね、中学生の時合唱曲の伴奏の練習中無意識のうちに小指を曲げながらピアノを弾いていたことに気づき、家族や友人に話したところ誰もできなかったので自分しかできないのだと分かりました。しかしこの特技が役に立ったことは一度もありません。確かにな。俺できないなこれ。小指だけ曲げるの、うん、俺も無理。曲がっちゃう。あの薬指も動いちゃう。五関さん、五関くんできてんのかい。できるな。できるなよ。ごめん。なんでできたの。わらびちゃんごめん。だって五関くんピアノとかも舐めてないし。舐めてない。舞台であのキーボードぐらい。でも なんだろうね。ピアノ弾いてる人はできそうじゃん、ね、あれすごい使う。器用だもんね。器用だから使うけど、うん、ダンスとかなのかな。あの今指のさなんかダンスみたいなのがすげー流行ってるじゃん。みたいなね。そうそうそう、うん、タットみたいなのがあるしね。指タット。おすごいね。曲がるね、うんうん、役に立ったこと一度もありませんって言ってるんですけど、うん、これだから役に立つこと教えますよ。おお
っとでも汚い話に、じゃあ教えていただきたいから結構柔らかく言いますね、うん、あの耳掃除とか奥まで入りそうじゃない、あとなんか鼻の掃除とかもあもうドルンっていう感じで全然関係ないよ本当に。スタッフさんがずっと関係ない関係ない多分放送されない、されないこれはされません、ね、そっか小指だけ曲がってもそうだね、うん、探そうこれ、うん、みんなで探そうかみんなだからリスナーの皆さん送ってください、うんね、これ小指だけ曲がるので役に立つことは何かあるか、そういう曲がる人だって五席も曲がるから、これ曲がるね、他にもいると思いますので、ね、うん、これちょっと聞きたい ねそちらの方 のメッセージお待ちしております、はいはい、あと続いてもう一ついきますか、さん、群馬県テレパシさん10代の女性からいただきました、はい、私は小学校の頃から休み明けの始業式の朝決まって体調を悪くする特技を持っています。特に中学校の頃はひどく、夏休み明けや冬休み明けはお腹を壊して休んだり、午後から学校に向かうこともありました。勉強が嫌いな私にとって辛い思いはするけれど、学校を休めるのは嬉しかったです。 ABCD の皆さんは学校に行くのが嫌という時期はありましたか？どうでしょう、嫌な時期はあったよね、あるよね、うん、誰しもあるんじゃない、あるけど、やっぱ逆のパターンだよね、あ体調崩したいのになとか、あ休めるからだから俺よくそれで朝ちょっと熱っぽいって言って、うんうん、冬の時期、うんうん、あのこたつ入って、うん、こたつのとこにあの体温計持ってってはいはい、はい、熱上げて鳴らして母親に渡してたの、すげえな、こんな熱あるよ、まあ、7度8分あるわすごいその年からそれ考えるとやばいよいややったやったやったよ、それろくな大人にならないよ、ね、いやでも休んだ時のあの教育番組のやつ神だよね、あわかる、もうこれ見れたの本当幸せとか、学校行ってたら見れない、なんでこの時間帯にやってるのっていう、もっと6時ぐらいやってほしいなっていう、ね、NHK のね3チャンネルとか、うん、今3チャンじゃないか今2チャンネル2チャンか2チャンネルかわかるわかる、そうね、休んだ時見てたな、布団に入りながら見たり、ね、そうそうそう、でもこのなんか行事ごとでね、体調崩す人とかいるよね、うん、僕もねありますよ、それは誕生日の時毎回風邪ひいたりとかちっちゃい頃なんか多分構えちゃうんだろうね、緊張とかなのかな、そうそうそう、構えちゃってそれがちょっとこう体力消耗してってんじゃないですか、楽しみすぎてるんじゃない、うん、これからだって10代だからね、20代30代楽しいこといっぱいあるから、うん、ちょっと体調管理を気をつけながら生活してください、ね、はい、さあ他にもたくさんのお便りありがとうございました、ありがとうございます、まだまだメッセージフォームは、立ち上げておりますので、不思議な特技を持っているという方はぜひ教えてください。それではここで1曲聴いてください。私河合セレクションです。去年僕のソロ曲を作っていただいたデフテックのマイクロさんのソロ曲です。聴いてください、マイクロさんで4シーズンズ。そう、あの先日マイクロさんとお食事する機会がありまして、すげえな、そう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 、ご飯食べてるの、いやでもねマイクロさんやっぱりね神だね、神だった、うん、神だねって言い方すげえ若ぶってる感じだよねどういう神なのか教えてほしい、逆に、うん、素晴らしいですよ、考え方とか、やっぱアーティストだな、成功するアーティストってこうじゃなきゃいけないなっていうのを教えていただいたりとか、勉強になりました、勉強になりました。お送りしたのはマイクロさんで4シーズンズでした。がナックファイブからお送りしてきた ABCD555 エンディングです。よいしょ。さあこの番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。ナックファイブのホームページまたはモバイルサイトのナンオンエアの中にある各メッセージフォームからご参加ください。メッセージを紹介させていただいた方全員にオリジナル番組ステッカーをプレゼントします。はい、ここでエビちゃんインフォメーション、お願いします。まずは ABCD5 スターズ5イヤーズツアーのブルーレイ DVD が発売中です、はい、まだの方はぜひチェックしてみてください。はい、来いよ。そしてね、つかちゃんの映画に関してですけどもメッセージが来ています。つかちゃんが映画やりますよ。知ってたでしょ知ってたでしょ、東京都江戸川区 Q さんからいただきました。 Q さん、つかちゃん主演の映画ラストホールドの予告映像が公開されましたね、はいはいはい、予告映像では主題歌フューチャーライトも少しだけ聴けたのですが、すごく爽やかでかっこいい楽曲ですね。
一度聴いただけでサビのフューフューフューチャーライがすごく耳に残りました。今から5月12日の公開が楽しみです。絶対劇場に見に行きますね。歌知ってます、ね、今歌知らなかったあやふやになっちゃった。絶対歌知らなかった自分たちの歌っすか、うん、すっげーあやふやになっちゃった最後かっこいいよ、ね、まだ振り付けとかさ発売日とかもこの曲決まってないけど、そうだね、早くなんか踊りたい、やりたいよね、はい、見たいよねこれ映画も。スカちゃんもスノーマンもめちゃめちゃ面白い映画になってるって言ってましたから ね、みんな言ってる。僕も見たんですけど。見ました、はい、あの予告を。ああ予告編ね、はい、うん、かっこよかったですそれはかっこいいよそうだろうなんで普通に言ったんだよそれかっこいいよ、すごくかっこよかったですか、うん、それは知ってますよ、楽しみにしてください、はいはい、その他 ABCD の最新情報はオフィシャルサイトをチェックしてください。そしてこの後は再び大野聖太郎さんの楽園ラジオパワー全開です。大野さん、僕はチョコレートが大好きなんですけども、カカオ 70% ぐらいのカカオ感が好きです。大野さんは何パーセントが好きですかここまでのお相手は橋本涼介と五関晃一と河合郁人と ABCG でした。バイバイ。次回は100回を記念すべき日です。五関遅れないようにお願いします、はい、ちゃんと来ます遅れんなよ。 ABCG 妥当だよね。 70% が妥当だと思いますよ。一番無難だと思います。でも時々まあこの年だしね、80、90ぐらいを買ってみることがあるんですがね、70ですね、いっぱいいっぱいだと私は思いますよ。